なんか昨日ね、いろいろ見てたら、なんかヤマハで、なんかいろいろやってたらしくてですね、日々でユーフォリアフなんちゃら、行ってきました。本日ですね、2023年の8月6日日曜日でして、なんかね、1階のなんかね、ところでね、まあ、普通1階の受付みたいなとかいろいろあるやん、受付。まあなんかいろんな展示とかなんかイベントやるところがあって、で、そこに行って、まあいろいろやるんだけど、一番最初がそこからスタートのはずなんだけど、今日はなんかいろいろやってんだよね、イベントを。でなんかすげえ気まずかった。多分オタク、シャイなオタクたちはもしかしたら来なかったんだけど、めっちゃ人少なかった。結局ね、なんかいろいろなんかで、ね、イベントをやってたんだけど、そこにパネルが置いてあるの、クミコのパネルが置いてあるんだけど、ユーフォニアムなのかな、なんかそういうのも置いてあったけど、なんかね、これ撮れないのかな写真とか思っていろいろやってたら、あ、背景撮りますかつって、この全部スタンプを集め終わった後、なんかね、クミコ撮ってないのに勝手にね、スタンプに、ね、表示されてた。あれって思って、イベントだからなんか気を利かせてそういうシステムになってるのかと思いきや、まだね、リーナもね、まだスタンプ揃えてないのに、あ、これスタンプラリーなんですよ、ヤマハでやってる。なんかね、勝手に取れた。なんでかはよくわかんないけどな。僕はスタンプ3つしか集めてないのに、合計5つあって、それ全部集められたことになってたんですよね、途中で。あ、ついわ、ここ。で、ラッキーと思って。5、6あるんだけど、ここかな。まあ一応ね、なんとか集められることができました。で、着いた時が1時20分とかで、1時40分まで今やってるイベントをやるってやってたんだけど、40分になって下行ってもまだやってんの。で、2時からまたなんか新しいことやるって言ってあるんだけど、あれって思って、休憩とかそういうのもないのって思って、めっちゃ気まずかったんだけど、行ったら、まあそういう受付の人がまあいろいろやってくれて、で、今回はこっちのクリアファイルがメインだったんだけど、なんか YouTube のチャンネル登録して Twitter もフォローすると、なんか歴代のなんかクリアファイルみたいなのくれるよっていうのがあって、 A4 サイズとこの小さいやつがあって、僕この小さいやつにしました。なんか当時の A1 のやつかな、4月19日上映とか書いてあったから、チラッと見た時に。だからまあそっちではなくこの小さい方のクリアファイルにしてきました。これいいよね。確かね、クミコだけだったんだよ、クミコは。でも今回この小さい方ももらえるってなったから、じゃあこっちにしようと思って。これはね、パネル、スタンプラリーのパネルのところにあった。まあなんか9月11日ぐらいまでずっとなんかやってるし、なんか今日もなんかやってたんだけど、なんかすごいなんか、何、高音質、だからよくわかんないけど、なんかよくわかんないイベントもやってるらしいんだよね、ユーフォニアムの。だからまあなんかそういうのもどうですかって言われたんだけど、どういうシステムでやってんのかわかんないから、まあもう帰ってきた。暑いな今日。雨降るって聞いてたけど、雨別に降らないな。風はやっぱ台風が来てるからありますけど、まあなんか本当全国めちゃくちゃやってんじゃない、多分ボッチザロックの時よりやってるんじゃないかな。でまあなんかね、 T シャツとかもあったよ、サイン入りのユーフォニアムと、その隣にボッチザロックと、あとはねドアラ中日ドラゴンズということでドアラがいました。まあ写真とか載っててるかなと思います。まあ、そんな感じでね、多分結構長い間やっていると思うんで、このイベント、もしよろしければ皆さんもね、行ってみてはいかがでしょうか。もうやっぱ楽器といえばもうヤマハだよなといった感じで、一番上が上がっていったかな、7階が。見てみたら、なんだろう、ホルンなんかな、チューバーなんかな、よくわかんないけど、99万円でした。100万円と思って、すげえな、楽器高えなと思って見て帰ってきました。まあ、そんな感じでね、多分いろんなところで、ヤマハ、いろんな全国でやってると思うので、まあ今回僕名古屋だけなんですけれども、まあクリアファイルもらえるので、まあ、もしよければ行ってみてくださいといった感じで、動画はね、以上にさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。